っちゃ人多い。ゴールデンウィークだからかな。すごい学生さんもいっぱいいて、竹下通りにぎわってます。こんにちは、ゆんです。今日はゆんは今原宿に来ております。イエーイ。あのね、ゴールデンウィークだからかすごいね、竹下通りがめちゃくちゃ人でにぎわってて、ありがたいことにね、すごい人だかりができるぐらい皆さんゆんに気づいてくれてね、声をかけてくれました。本当に声かけてくれた皆さんありがとうございます。一緒にね、握手とかお話とかできてとっても嬉しいです。ということで、昨日のエンディングでも言ったんですけど、もう新学期じゃないですか。なんかそろそろゆん春だし、イメチェンしたいなって思って、今日はいつも担当してくれてるサロンドミルクの大和さんにお任せってオーダーしたら、どんな髪色髪型になるのか撮っていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。キラコ、こんにちは。はい、ということでサロンドミルクに来ました。いつもね、ユンの担当してくれる大和さんです。大和さん、はい、今日はですね、お任せしたいです。これ事前に伝えてるんだよ。お願いします。もうだって毎月のように大和さんユンのこと担当してくれるじゃん。きっとね、分かってると思うんですよ。ありかもするのかな。ねえ、坊主にされる。じゃあどんな髪色髪型になるのか。はい、こんな感じでカラーのね、準備をしていただきました。こういうね、耳につけてもらったり、こういうのつけてもらったり、いやー、どんな髪色髪型になるんだろう、めっちゃ楽しみです。でもね、皆さん聞いてください。さっき何色にしてくれるんですかって言ったら、大和さん何て言ったと思いますか。俺色って言いました。俺色とは、今がね、こんな感じなので、どんな感じになるのか皆さんも乞うご期待、お楽しみに。こんな感じで撮っていこうと思います。見てドリンク、ユンは抹茶オレのアイスでタピオカをトッピングしました。サロンドミルクはね、タピオカとマシュマロがトッピングできるの。あとクッキー、今から塗っていきます。なんか金髪になってる。どうなるのか楽しみですね。両手に花ですね。両手に花。わあ、明るい。なんかちょっとね、これで見るとオレンジっぽくなってるんですけど、実際もっと黄色っぽい金みたいな色になってる。また大和さんはどっか行きました。何をするんでしょうか、こっから。さっきまで明るかったのに暗くなってる。そしてなんか何やらね、毛先に色を塗ってますね。何なんだ何なんだ、それは何色なんですか、大和さん。これ色だよ。教えてくれないの、ずっと。最後まで楽しみにしとこうと思います。塗ってるところ撮ってるよ。パールグレーです。パールグレー、ベースがパールグレーで、ここがラベンダーピンク。春っぽくなりました。なんかね、毛先に色入れたりとか、ちょっと派手な色入れるのが初めてだったので、新しい自分に出会えたみたいです。嬉しい。はい、ということで今日はね、サロンドミルクに来て大和さんにお任せでオーダーしてみたら、このような結果になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったら皆さんも原宿にある
ロンドミルク行ってみてください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録と、大和さんもね Twitter やってるんで、ぜひぜひフォローしてあげてください。以上、ゆんと大和でした。それでは皆さん、今日も一日お疲れ。Ha ha ha.